第27回青島太平洋マラソン2013年大会並びに第22回視覚障害者マラソン宮崎大会に今年も全国都道府47都道府県から1万1600人のランナーがご参加をいただきまして盛大に開催できますことを本当にありがたく厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。この大会は一昨年の第25回大会で記録的な参加者を出しました。1万3500名のランナーが参加をしていただいて大変盛り上がった大会になりましたけれども、毎年この場面に来ますと私いつも失敗をしておりまして今日はメモを書いてきておるけど失敗いたしました。これもご愛嬌ということでお許しいただきたいと思います。そんなことで、いよいよスタートの時間も迫ってまいります。今日はもう素晴らしいマラソン日和です。去年は昼から風が出ましたけど今年はですね風が出ないんじゃないかなと。皆さんおはようございます。今日はご招待いただきまして本当にありがとうございます。関係各位の方で心から感謝を申し上げたいと思います。いい天気になりましたですね。いやーよかったですわ。でね、もう長くこう座ってるとね、私この辺が寒くてですね、で君原さんにですね、さっきですね寒くないですかって言ったら、私は全然寒くないんですよと、同じぐらいの量なんですけど今日はですね、フルマラソンに、ね、参加させていただくんですけども、最初からですね、言い訳をさせていただきます。ですね、10月の末にですね、岩手県の釜石市の千人峠マラソンってあるんですね。このアップダウンがね、450メートルの落差がありましてですね、標高差がありまして、でそこでですね、膝を痛めまして、はい、はっきり申し上げます、膝を痛めました。この2ヶ月間この左膝との戦いだったんです。で今日はですね、もう卑怯なまでやしないということで、ステロイド系のですね、痛み止めをですね、売っておりません。はい、ですから今日はおそらくですね、完走できるかどうか自信がありません。8時30分までとなりますので皆様ご協力をお願いいたします。また有料の手荷物の預かりも8時30分までとなっております。サンマリンスタジアム南側ゴールゲートから200メートルほど先に有料の手荷物預かり所がございます。ビニール袋1キロ分で500円となっていますが、こちらは8時30分お手伝いしてたんですよ。
頑張れー、めっちゃ痛ー、頑張れー、いいかわいい、頑張れー、もっと上げて、上げて、ありがとう